どうも、ベテレスパーさんがやっていきたいと思います。はい、本日は、天空中央高校でウイング作っていきたいと思います。デッキの方は、大鳥、南原、花、で、鳩、桜庭、飛鳥、この6人でいこうかなと思っております。前4、後2。まあ、前目がね、彼女2人、そして花がいるので、まあ、薄いということで、前4、後2で挑んでいきます。そして今日はね、このデッキでも招きなしでもいけるかなと思いまして、入部ドラッグと、メス。この二つでいきたいと思います。さあ、やっていきましょう。まあ、自分としましては天空中央高校、初めての天才。まあ、うまいこと回ってほしいです。まあ、裏で何回かこのデッキでね、天才使わずに回してみたんですけども、まあ、イベント完走率的には、まあ、2回に1回ぐらい完走するのかなと。2回に1回か3回に1回ぐらい完走してました。よし、40-50% って感じですね。40-50% 完走してましたんで、まあ、ワンチャンあるのかなと思いまして、このデッキでいこうかなと思っています。はい。で、今日の本命はアスカですので、アスカをしっかりとまずは評価を上げていきたいです。よろしくお願いいたします。まあ、花は1、2回踏めればいいかな。まあ、イベントだけ回ってくれればいいよ。超回復と、神虎。それをいただけたら問題ないです。はい。お、意外と今回後イベが動いてますね。いい感じです。まあ、後イベのね、大鳥がちょっと失敗しやすいので、ちょっとなんとも言えませんが、まあ、なんとか成功したいですね。で、天才入部届けということで、まあ、先に能力は上げておきます。で、アスカ行きたいけどな。まあ、これはエンジェル行っとこうか。雪の。まあ、雪のがね、やっぱり筋力敏将ということで結構大事なんですよ。敏将系と精神系。これが結構大事になってますので、まあ、そういうね、彼女、エンジェルたちを集めていけばいいのかなと思っております。いいね。鳩と踊ります。さあ来い。鳩。はい、雪の OK。で、大鳥は誰が連れてくる？ああ、まあ、アリシアか。まあまあまあ、悪くない。筋力なんで悪くないよ。まあ、アスカがね、技術敏将大量にくれますので、筋力結構今回必要です。なので、アリシアは問題ないです。はい、静森当たりですね。敏将精神、いいですね。OKOK。この調子で集めていきましょう。はい、そして、おお、いいね。結構集まって、てますね、一緒にね。大鳥飛鳥一緒に来ておりますね。じゃあ行きますか。大鳥飛鳥で行きましょう。で、能力はね、きっちりと上げときたいと思います。ではテクニックいきまーす。待てよ。まあ、これはテクニックいきます。はい、 OK ですね。 10% 通ってくれました。はい、静森 OK。 で、飛鳥は、あー、来なかったか。残念、来なかった。あ、来てるけど、まあこっちでいいや。ちょっとさすがに怪我しそうな感じがしたんで、こっちにしときます。で、花ちゃんが動いていきまーす。ナイス回復。お、いいですね。花来い、花。で、大鳥？で、もう一人。おー、鳩来た。あー、シルフ！そして花は来た。花は一回目来ました。シルフか、技術余りそうな感じがするけど、まあまあまあ、なんとかね、オフェンス104とかにしていければ、まだ技術は使えると思いますんで、シルフはちょっと違うな、ミスったな。まあ、しょうがないね。この辺はね、勧誘の悪いところです。選べないっていうね。まあ、それは仕方ないかな。はい。では、いいとこあったか。か、あー、これテクニック踏んでもいいんだけどな。テクニック踏もうか。はい、では大鳥来い。で、花も来い。 OK、 大鳥が来た。で、花2回目。いやー、来ないか、残念。で、これは真ん中でほうき星 もらっていきたいと思います。で、花の、イベント終わってきますね。 OK です。で、この時点でもうテクニックは B です。天才を来ればテクニック A。早いね。さすがだね。天空中央高校ね、やっぱり経験点結構序盤からもらえる。まあ、花を踏んでるからっていうのはあるんですけど、ありがたいです。はい、これはメンタル行きましょう。ダブルで来てください。まあ、気取りを悪くなら気取りをいいよ、逆に。筋力ありがたいんでね。はい、そしてセンス丸。来ないか？残念でした。まあ、仕方ない。はい。で、今回結構集まってくれてますね。これはテクニックいきましょう。これはテクニックいきたい。これはテクニックいっときたい。で、花も来い。お、いいね。小森ちゃんね。いいよ。
で、花は来なかった。もう一人来てほしかったけどね。はい、そして、おーいるいるスピード行きまーす。はい、コウモリ、オッケー。で、鳩は？ゆるちゃん、オッケーオッケーオッケー。はい、ギル、まあ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 、仕方ない。いいよいいよ。これメンタル行くのもありだね。はい、メンタル。はい、いいね。で、大鳥。はい、ゆるちゃん、オッケー。で、アスカの告白はそろそろ。おー来た！ナイス！いいよ。いい感じ。今回は、臨床技術、しっかりともらっていきましょう。ナンバラはね、ちょっとね、評価ハードとかくれちゃうんで、ちょっといらないんですよね。はい。あと。あれ終わったんだっけ？あー、花ちゃんも来なかったな。残念だな。で、今回ちょっとイベントちゃんと回ってますね。いい感じです。前部がギリぐらいかなって感じですね。おお！エンジェルフラッシュ。しかも花もいる。さあ、花2回目。さあ、来い。で、桜葉のコツ。評価上がっていくよ。ナイス。いやー、来なかった。大鳥ね。大鳥が残り1回。ってことはもうテクニック上げないといけない。でももう A なんだよな。テクニックは A まで上がってますんで、まあ、いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。悪かね。あー、デート行こうか。デート1回目行きまーす。はい。で、これはプラネタリウム行っていきますね。空中戦。で、花。オーケー、2回目。ナイス、いいですね。で、大鳥終了です。補強者はまあ成功してくれるでしょう。これはね、はい、オッケーでーす。ナイスでーす。いいですね。で、アスカ、アスカ、アスカ。うん、いいね。うん、まあまあまあ。よしよし。で、これは切っておきます。ちょっと体力やばいけどね。これは切っておきます。ナンバラは切っといた方がいいです。切らないとね、ちょっと前指が詰まってますんで、うん。ナンバラはイベント2個。で、アスカはイベント3個。で、ハナはイベント4個に、やっていくつもりなんで、うん。なんとか回ってほしい。お、いいですね。エンジェルフラッシュ来てますね。じゃあ、スピードいっておきましょうか。今回結構稼げてますね。ありがたいですね。はい、そして、そして、あー、これいいなー。行っとこっか。スピード行きましょうか、スピード。はい、スピード。アスカー。いいですね。臨床技術。臨床多めがいいな。臨床多めがいいですね。で、鳩ですね。オッケー。で、ナンバラ、これは振っていきます。はい、ナンバラまでデートする暇がないんでね、振っときます。もうちょっとナンバラ後が良かったな。さっき桜葉のイベントの方が良かったな。で、桜は今回ドライブシュート。ドライブシュートとゴーラーズハイもらっていこうかなと思っております。はい、そして、デートで、デートでもいいけどなー。まあ、ディフェンスとか、3人ですね。はい、エアマスターもらっていきます。はい、鳩。鳩はいける。風切りもらっていきまーす。はい、オッケーでーす。ナイスでーす。まあこれ、テク、スピードいっとこうかな。監督の評価を上げておくのはありだけど、うん、まあ、いっときます。はい、ではスピードいきまーす。はい、監督の評価もちょっと気にしておきましょう。はい、OK です。で、次デートかなー。で、朝倉場も進んでくれてますね。OK、OK、いい感じだよ。で、ヒット区取るのもありだけど、デートしておきます。デート2回目。で、ここ結構経験点稼げたよ。7000点ぐらいいってんじゃないかな、もしかして。どれぐらいいった？おぉ !7468! はまりました！オッケー！いい感じ！いい感じ、いい感じ。で、サッカーが上手くなりたい。はい、オッケーです。競合しなかったらオッケーです。で、これは、取っておこうか。そろそろ金徳取っておきたいよね。うん、そして、うん、いい感じに触れてる。てか、早いな。すげえ早いな。スピードも上下上げてる。で、パワー。まあ、ディフェンス上げといて。いや、オフェンス上げたいな。オフェンス上げたいな。うん、オフェンス上げましょう。はい、超えていきまーす。で、これは、金徳回収しておきましょう。はい、オッケーでーす。
はい、そして、テクニック得で、オフェンスも触れるか。触れますね。これは、いやー、まあ、こっちだね。な、スピードスター、いらないからな。ちょっとアスカの位置が悪かったな。で、オフェンス行こうかな。はい、オフェンス行きまーす。うん。で、メンタル行くか。メンタル行こうかなー。あんのか？ああ、来ないか。来なかった。で、これは元気になりたいでいきますね。はい、で、そして、これはテクニックで筋トク回収しておきましょうか。筋トク回収でいいかな。はい、筋トク回収しまーす。はい、空中戦ですね、と。お !5 人来ました！ナイスだなぁ。来ましたね。はい、とりあえず、エアマスター。で、これ、メンタル5人、ときます。はい、オッケー。これ、デート行くか。デート行けてないな。デート行っておきます、3回目。で、騎士回生もらって。騎士回ですね。すいません。鬼殺ですね。で、これは一人でウェイで、ドライブシュートと、ゴーラーズハイ、取りに行きたいと思います。ゴーラーズハイ欲しいなぁ。これ、経験点結構余ってますからね。金徳、特に欲しいところですね。はい、では、スピード行っておきましょう。行きます。はい、オッケー。これはなちょっと微妙なとこですね。で、金徳の方が電光石火は取っていてって感じだから。どうすか？まあ、とりあえず電光石火取りに行って、テクニック取るか。まあ、クロスマシンでいいよな。で、精神回収できるし、これはテクニックでいいか。テクニック行ってきます。はい、行ってきましょう。はい、クロスマシン。うん。で、桜場、で、で、どっちだね。ゴーラーズハイ。はい、OK ですね。ゴーラーズハイゲットです。で、持って、これは、いっとくか。とりあえず、いっときますか。うん、ディフェンス、いきます。はい、いきまーす。はい、オフェンス行きまーす。で、花練習後イベント来てくんねえかな。花の練習後イベント来てくんねえかな。はい、オフェンス。で、いい感じですね、と。で、これはデート行く？デート行ってもいいな、これ。これ普通に出てくるな。で、オフェンスは乾燥させておきますか。いや、来てますね、今回。で、スタミナ、じゃあ、ディフェンス C グレームでは持っておきましょう。C までとりあえず持っていきます。で、ここは、デート行っておきます。うん、デートで4回目、行っておきましょう。はい、OK でーす。で、OK ですね。うん。たまにね、間違って上で分かれちゃうんですよね。それは皆さん注意してください。で、ここで経験点な、14000、あ、行ってないか、13958ね。はい。で、ここは、まあ、アスカ行っときますか。筋トク回収でもいいけど、これはアスカでいい。筋トク回収しよっか。ちょっと怖いな。
うん、しときます。筋力解消しときましょう。クロスマシンゲットです。で、ここは B章カウンターのコツでいいかな。はい。まあ、展開力はいいです。技術は多分余る予定。で、これは上もらおうか。突破力のコツ、正直いらないと思う。うん、技術はシルフが来てる分余るはずなんで、うん。こういうとこで使っていきたいと思います。で、いや、これね、クロスマシンなんですよ。今回クロスマシンの達人キープ取りに行きましょうか。まあ、強心臓よりかは、そっちで筋特図でね、技術使った方が良さそうな感じはします。精神がちょっと足らない感じがするので、今回ね。なので、強心臓よりかは、まあ、技術敏捷使う、うん、達人キープ取りに行こうかな。テクニック行っておきます。はい。で、アスカ。ディフェンスいきますか。はい、いっときまーす。で、持って桜葉ですね。ハードワークもらっておきまーす。前面も乾燥したかな。アスカの福井部ぐらいか、あとは。で、これはメンタルでいっときますね。いっときまーす。はい、OK でーす。で、持って、で、持って、メンタル。スタミナ S が限界だろうな。多分、100は厳しいな。S 星は厳しそうですね。で、アシストはコツが来ますんで、できるだけ置いときたい。まあ、最悪取ってもいいんですけど、最後彼女でね、エピローグでくれますんで、置いといてもいい。うん、デート行こう。デート。エンジェルパスもらっていきまーす。でもって、はい、これはフィジカルでいいかな。フィジカル行っていきましょう。防げたな、今回な。精神が足んねえな。エンジェルパスでも多分印象足りると思うな、最終的には。で、これは筋力もらっといて、一応ね。ちょっとエンフラ来てほしい感じはするんだけどな。エンジェルパス取っといて、まあ、それ以外も印象は多分足りそうだな。精神だな。あ、エンジェルフラッシュ来てる。オッケー、ナイス。じゃあ、これはスピードスター行きましょうね。スピードスターです。スピードか、スピード行きましょうね。で、ここでスピードスターゲットです。はい、サクッとピンチャン。では、やっていきまーす。行きましょう。はい、3-1、オッケーですね。オッケー、オッケー。で、持って179。うん。悪くはないと思う。で、スピードスター、達人キーパーまだかな、ドライブシュート。はい、で。おー、エンジェルフラッシュ来ました、ナイス。精神もっと出して、精神が出てないよ。ちょっと精神出してくれないとちょっときついな。やっちまってるな。あー、これ、花狙おうか。花で少しでも精神稼いでいきましょう。精神61欲しくください。お願いします。はい、来ない。残念。で、持って、うわー、微妙だなー、これ、微妙だなー。オフェンスかなー、とりあえずハート回収としたらオフェンスなんだよな。で、達人キープとか、うん、技術は多分足りると思うんだよね。多分、うん、筋力が意外と余ったなー。キドリちゃんじゃなかったか。まあ、アリシアも行っちゃったからね。はい、オフェンス。まあ、とりあえずこんなもんでいこっか。こんなもんでいきまして。どうしよっかな、これ。
まあここで少しでも精神出ることを祈るか。出ない、残念、残念でした。小森から出てくれると思ったんだけどな。で、これはで、微妙だな。メンタルいくか、ディフェンスいくか、テクニックいくか。まあディフェンスだな。はい、ディフェンスってか精神わかなーい。はい、ではサクッとビンチャン行きましょう。ネと点取っていきましょう。しっかりと点取っていきましょう。で、まあ、いい感じに取れてるはずなんだけどね。で、回復も取っちゃっていいんだよな。うん、どうせ来るし。はい、行きましょう。はい、3-0、OK です。多分、満点なのかな。はい、OK でーす。で、ちょっと重いぞ。あー、微妙精神がねえなー。とりあえず取るものは取ろうか。神業トラップ欲しいね。トラップ欲しいな。これ技術が余るからトラップ欲しい。トラップが欲しい。天才センスがあるとかやったらな、精神がまだマシになってたんでしょうね。はい、では、フィジカルいくか。桜葉のコツもらいましょうか。はい、フィジカルいきます。最後何くれる？サッカーの。オーケー！サッカーのくれました。で、サクッとピンちゃん、行っておきましょう。はい、行っておきまーす。はい、3-2。3アシストだった。まあ満点ですね。さすがに3アシストしたら満点でした。はい、さあ、花ダブル、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 ダブルで来い。OK! これで多分 USS 星2ぐらいいったんじゃないかな。たっぽいな。で、経験点2万3000点か4000点ぐらい。はい、ドリブルキングいただきまーす。はい、24,195。ちょっと振ってまいります。少々お待ちくださーい。はい、振ってまいりました。金徳はね、すべて成功してます。すべて成功しましたので、結構いったはず。まあ、これがセンス丸ならば USS4 とかいけたのかもしんないけど、多分 USS2 ってとこですね。2ってとこです。はい、どれぐらい？はい、USS2。あー、もうちょいで3でしたね。うん。まあでもいい感じにはできました。うん。前4デッキでも全然花がいれば走りそうなので、皆さんもぜひ試してください。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。